で、佐藤が三冠王。そうですね。残念ながら本塁打も打点も鈴木誠也が取っちゃいますね。もう三冠王いっちゃいます、今年は。令和初の。これ、可能性はあるよね。あります。なくはない。なくはない。1、2、3番が出塁さえしてくれれば、うん、もう打点も出る。いや、でも、あれだよ。あっちゃんは外ホームランをしてるし、ああ俺は打点を岡本って。だから、もう、だから、首位打者しか残ってない。え、だから2位ですよね、残念ながら。外と岡本は。もう、まあ、可能性か。可能、僕、まあ、セリフで、一番参加の近いのは鈴木誠也だ。まあ、そりゃそうだよ、うん。でも、その中で一番不安なタイトルっていうのはどこ？一番不安なのは、参加は取るため。打点ですね。打点。まあ、去年も、やっぱ、田中菊間もいなくなって、で、田中もいなくなって、きつかったんで、前が出塁すれば、もう、取っちゃいます。その打点部門で、誰が怖い？怖いのは、外すべんね。いつが怖いの？あれの？こっちじゃないのかよ。こっちだろ、お前。岡本だろ。いやいや、やっぱ外が、やっぱ、岡本の一番の敵は、こんにちは。いや結構深刻になってきてますよ。そうですね。もう 4月も始まりますけど、はい、あのプロ野球も開幕しないし、うん、プロ野球界でもね、はい、藤浪選手が感染することになってしまいましたし、うん、ってなった時に、まあ、現時点では4月24日のプロ野球開幕を目指して、うん、だからまずあと約だから1ヶ月、はい、で各球団もね、練習も自粛とか、いや、出してますね、はい、なんか、数日間自宅待機とか、うん、いろんなことのあのが行われてますけど、うん、今年どうなるんかっていう、いや、これ、開幕できるのかっていう、できないね、できないですか、今の感じでいくとね、だからいつできるかんで、あの、国もね、オリンピック延期にしたから、はい、もうそっから情報がすごくない？そうですね。そうだからもう、うん、このままいったら簡単に開幕できないと思うんですね。だからまあ今まではオリンピックが行われるかもしれないっていうことはプロ野球もできますねっていうスタンスだったんですけど、うん、そうですね、もうオリンピックを延期にしちゃったから、うん、もうどんどん来るから、うん、いろんなところの政策もそうだし、はい、あとはこのルールとか、うん、ダメなこととかどんどん押し寄せてくるから、そんな簡単に、うん、イエスって言わないと思うの。いやそうですよ。だって今収束する気配がちょっとでもあればいいですけど、全くないですからね。全くないじゃないですか。どんどん日に日に感染者増えてるって感じですからね。ってなった時に WHO だったりとか、はい、国とかだったりが収束宣言的なことを言わないと開催できないと思うんですよ、はい、さすがに。そうですね。この無観客でとか、うん、一時なんかあの観客数を半分とかなんかにして間空けてとか、はい、もうそういう問題じゃないじゃないですか、うん。だからもう僕4月24日はほぼ無理やと思うんですよ、はい、いやそんな気はしますね。だってその後ゴールデンウィークがあるじゃないですか、はい、人集まるじゃないですか、はい、そこ無理ですよね。だからまあでも球団としてはそゴールデンウィーク前にやって、はい、そのゴールデンウィークの書き入れ時の時に多少なりともの収益を得たいっていう気持ちは、うん、それは多分企業経営者としては多分当たり前やと思うんですよ、はい、うん。でも今のこの感じ見たら人が集まる時期に開催はちょっと流れ的に難しい。こうあと1ヶ月で好転するかって、はい、好転したとしてもゴールデンウィーク開催は避けた方がいいかもわかんないし、まあ、万が一開催しました、はい、球場でクラスターもしくは感染者が出ましたってなったらもう無理じゃないですか。またやめる、中断しなきゃいけなくなるじゃないですか。だから一歩間違ったらシーズン中止っすね。そうですよね。じゃあ今からもし本当に、まあ、治療薬が、うん、もう完全な治療薬が開発されましたとか、うんうん、そしていけるっすね。一気に収束に向かう可能性はなくはないですよね。うだ、はい、そうなったらできない理由考えてもつまんないじゃないですか、はい、ここはさざきチャンネル思い切ってできるならこうしようっていうのを考えるんですよ。そうですね。うん、待てるかどうなったらできる、うん、まずあのなんか、ね、暗い話ばっかりしてても、はい、あれじゃないですか、はい、ね、自宅待機皆さんね、はい、してる中で楽しんでもらうようにしなきゃいけないんで、うん、そうですね。できない理由は誰でも言えるんですよ、はい、簡単に、うん、中止やとかももうそんなね、中止だったら中止しかないですからね。そうそうです、うん、こっからはどうやったら今年のシーズンできるか考えましょう、はい、そうですね。それを考えてみましょう。なんとか野球は、まあ、収束に向かってや
やる方向っていう、そうそう、どうやったらできるかを考えましょう、はい、ってなった時にさすがにそれでも424は無理だと思うんですよ。そうですね、それ厳しいと思います、うん、だからね、ちょっと待って、カレンダー見よう、はい、可能性があるのは509っすね。508、うん、ゴールデンウィーク終わっての5月8日から、うん、いやそれだと143か4か、あの3試合でしたっけ、はい、は消化できる感じ、ギリね、ギリ、うん、5月20日開幕でギリですね。だからまあいわばいつもだったらね、はい、まあ、3月末からですけど4から考えたら、はい、4、5、6、7、8、9、半年ですよ、レギュラーシーズン、6ヶ月は、はい、まあゆっくりやっても絶対いるんですよ、はい、でその後ポストシーズンに、うん、まあ1ヶ月半、はい、だ全部で7ヶ月半は、はい、まあ、欲しいところですね。そうですね、はい、うん、全部考えたら、はい、5月から5、6、7、8、9、10、11、12頭、あ、まあまあギリギリっていう感じですよね、まあ、その代わりエンドレス6連戦です。うわずーっとだから、うん、5、6、7、8、9、10、はい、で10月末日でレギュラーシーズン終わる感じなんですよ、はい、うんうん、だから11月頭かかるぐらい、はい、だから全部6連戦ずーっとで、オリンピックもないんで、はい、あの当初のオリンピック期間中もできるじゃないですか、はい、だからずーっと6連戦で月曜日は全曜日予備日、うんうんうん、だから金土日で雨天中止とかになった場合は、はい、もう月曜日必ず組み込まれる、うん、にすれば、はい、大丈夫すまでかだいぶ辛いですけどね、これ、うん、ポストシーズンをもうやめるってしちゃえば、うん、もうちょっとずらせるんじゃないですか。まあそんな話もありますね、うん、なんかそれも一つの方法かなみたいな。それはできません。え、レギュラーシーズンやったらポストシーズンも必ずやらないといけないんですか。やっぱポストシーズンもレギュラーシーズンもそうですけど、はいはい、スポンサーさんがついてくれてるんで。ああ、そういうことなんでしょう。だからね、パーソル、パリーグクライマックスシリーズ、はい、ね、うん、僕が CM をしてるやつが必ずかなってね、はい、出るやつがあるんですけど、はい、すごいついてるから、はい、そこの契約にもなるじゃないですか、うん、それ簡単に周りは言うんですけど、はい、その契約も含めたらそれは簡単じゃないんですよね、はい、でしかもただでさえ収益がなくなってきてるのに、うん、はい、クライマックスシリーズやめて消化試合増やすと、うん、そこも収益が一気に減るんですよ。うーん、消化ゲームになったらお客さん来なくなるじゃないですか、はい、このクライマックスシリーズ争いがないじゃないですか、はい、ってなった時に収益も考えたり、そのただでさえ遅れてるところの知名度を考えると、うん、そこはやっぱり行いたいですね、はい、でスポンサーさんもいるんで違約金とかも含まれるかもわかんないし、はい、だからそこやめれない、はい、同じように交流戦もやめれない、はい、交流戦もスポンサーさんついてるんで。え、じゃあオールスターゲームは、オールスターゲームついてますよいつも。だからやめれない。おお、オールスターゲームもやるのか。だって別にね、はい、オールスターゲームやるの簡単ですよ、はい、いつも大体金土でやるんですよ、はい、オールスターって。で、日曜日が有名なんですよ、はい、だから火、水、試合すればいいんですよ、はい、火、水、試合して、はい、木曜日空いて、うん、金、土、はい、で日でやって、はい、で、もうあの次の月曜日とか火曜日とかも試合すればいいんで、はい、ギリギリまでやって、はい、オールスターやってもうすぐ始める。いつもオールスター休みってなんとなく言うじゃないですか、真ん中あたりで。もうそれを一切なくして、ギリギリまでやってオールスター入ってもうすぐやるっていう。オールスターで2日間だけレギュラーシーズンと同じぐらいのカツカツで入れてっていう。まあでも最近カツカツになってますけどね、オールスターも。そうでしたっけ。昔は1週間ぐらい休みあって、はい、オールスター休みって言ったら僕入団した当初ぐらい2日休み連休とかあったんですよ、はい、でもう今は4日ぐらいしかなくなってるんで、まあもともとカツカツなんで、はい、そんな支障ないですよ。でしかもそのね、7ヶ月半のあればいいんで、はい、その、あ、大丈夫です。大丈夫。まあまあ、伸びても2日、3日ぐらいの消化ぐらいだってことですよね。だから日本シリーズがね、だから12月頭ですね。はい。日本シリーズ。12月前後。はい、仙台寒いよ。そうですね。だから、もう今年は仕方ないから、はい、あの、もうドームでしよう。あ、まあもう、じゃあ。だからもし、あの、うん、屋外チームが、はい、本拠地のところは、うん、ドームにしよう。だからもし、うん、関東の人たちは、もう、メットライフは寒いからやめて、はい、今ドームって表情が空いてますからね、やめて、はい、だから関東はもう東京ドーム、はい、全チーム、うん、ああなるほど、はい、で札幌ドームでしょ、はい、だから仙台は札幌より東京がいいでしょ。楽天さんの、ね、まあまあ、本社も東京にあるし。でも自分たちの本拠地、相手のチームでもどっちの本拠地でもないドームでやりたいですよね。
でも公平性を期すために。でもどっちでもないでしょ。だって巨人と、だ巨人だ、もう両方東京ドームですよ。両方東京ドーム、はい、はい、いきなりだってロッテの選手が巨人とやるのに、はい、じゃあここは東京ドームだけど京セラとか行かないでしょ。まあそっか、さすがに遠すぎるでしょ。そうですね、近畿地方は京セラ、京セラだ、広島は、うん、だ福岡と京セラ選んでいいです、どっちか。ああ、なるほど、うん、ペイペイとどっちでもいいと、はい、にしたら寒さ対策とかも見られるし、うん、まあまあできそうでしょ。え、それ契約って大丈夫なんですか、選手の契約は。12月にずれ込んじゃっても、それはもう選手会との、選手会と交渉すればいいんだから、それ、いや、この状況になって嫌ですとは言わないでしょ。あ、まあそっか、まあそのぐらいの契約だったら。だって僕らだって2007年のオフ、はい、北京のオリンピック予選で、はい、12月試合してましたからね、台湾で。あ、まあ、それは NPB との契約じゃないですけど、はい、結局はその試合間の中で試合してるわけじゃないですか、うんうん、そうですね、うん、だからそれは了解取れればいいんで、うん、別に、まあ、じゃあその辺は全く問題ないと、うん、でしかもね、はい、前半試合してないんですから、うん、そのここぐらいノー給料で頑張ってもいいでしょ。そうですね、うん、しかも日本シリーズ、日本シリーズ、初戦2チームだから確かに、うん、だかその代わりですね、はい、ひょっとしたらフェニックスリーグが、はい、中心になる恐れがあるんです。あ、フェニックスリーグはスポンサーでついてなかったんですか。どうなんですかね、そのそうですかね、それかもイースタンをフェニックスでやるかっす、ね、はい、あ、それじゃ多分回らなくなるんですよね、はい、そこは、うん、そうか、2軍の試合とかもまた考えていかないといけないですね、うんうん、いかないんで。でも5月8日だったらいけるっす、ね、はい、いやでも5月8日って言うても、まとあと1ヶ月ちょっとですよ、うん、それ厳しいパターンやります。じゃあいやいや、5月、じゃあ5月8日無理なパターン考えましょうか。いや、そうですよ、だからその方が濃厚かもしれないですよ。5月29にする、はい、またじゃあ1ヶ月先延ばしして、うん、はい、5月29、そしたら1ヶ月減っちゃいますよ。そしたら6、7、8、9、10、11、12、1いっちゃうね。うん、それは厳しいけど、はい、オファーです。ありますか、考えました、はい、うん、あの3連戦に1回ダブルヘッダーしよう、はい、だから6連戦で、はい、あのその中の3連戦の1回はダブルヘッダーです。だから要はデイナイト、そうそうそう、だからもし火水木ってあったら、はい、まあどっかの日をダブルヘッダーです、うん、だから要は1週間に1、2、3、4、5、6、7、8試合、うわそれを毎週やっていくってなるじゃないですか、うん、そしたらもう選手層厚いチームじゃないときついよ、はい、え、だからその代わり特例として、はい、あのベンチ入り人数を今、21軍が29の、うん、で登録が25人だから、はい、1軍が20だから8人ベンチ登録しておくって、はい、32人登録 OK にしましょうか。そうです、ちょっと人数増やした方がいいですよね、うん、そしたらまあ賄えるじゃないですか、うんうん、だからそう、だからもしくは30人ベンチ登録で、はいはい、1軍登録33人とか、うん、35人だから半分ですね、はいはい、にしてやるかですね。そしたらまたちょっと若手選手とかも出てきて、うんうん、また違う戦いが出てきますね。そう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 、うん、あ、それはちょっと面白いかもと思った、うん、それか、はい、あの1軍の登録を解除した場合、はい、10日間上がれないんですけどその日数を6日間とか、はい、1週間に狭めるか、はい、そういう変更だったらね、そしたら、そしたら先発投手を1回出して、はい、うん、登録外して、はい、でまた入れてっていうのができるようになるので次の週に戻ってこられるっていう、ふうなところをして、うん、その25人 の,、はい、の枠を継続するかな。あ、それはいいかもしれない。どっちかで、その代わりその1週間で帰ってきた選手は、うん、FA とかのその一軍登録日数はそこ外しませんよとかっていうふうにしたりとか、まあでもそれでもデイナイターってまあ地獄でもあれだよ、はい、うん、多くの皆さんが言ってる、はい、いろんな選手を使ってくれるんで、はい、まあ、使わざるを得ないんで、日頃見てことない選手が出る使ってくれるし、うん、買い殺しもなくなっていくし、はい、それを総力戦になっていくんで、はい、またそれは違う野球が楽しめて、そうですね、まあ、見てる方としては面白いかもわかんないです。推しが2軍にいる選手なんかは、うわー、今シーズン1軍で見られるっていう、使っていかないと、はい、週8だからね、試合持たないですからね、週8だよ、7しかないの、はい、うわーやばい、 いや それが、はい、嫌なんだったら、はい、試合数減らすしかないですよ。いや、そうですよね、いや、でも試合数減らすってなっても、はい、さっきも言ったように、うん、交流戦のスポンサーついてるんで交流戦の数は減らせない、はい、でも交流戦18試合、はい、
ってやった時に今143試合だから、だから125試合ですね、はい、レギュラーシーズンは、うん、だからその分の25試合減らして118試合、118試合か、だから25試合減らすと1ヶ月なくなるから。あ、まあそうですね、うん、いやただそのスポンサーっていう問題があるって言ったじゃないですか、うんうん、1試合1試合にも意外とスポンサーってついてませんか、その始球式するときに、企業の社長さんがやってるのか。でもな、秋日もあるんですよ。あ、そういうのない日もあるんでしたっけ。ない日もあるんですよ。あ、じゃあそういうところから削っていってとか。そう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 、だからないとそこは組み込む、だって組み込んでいくのと、はい、あとはですね、うん、もう始まってるじゃないですか、はい、本当は4月にスポンサードの試合マッチであったところはもうなくなってるから、はい、結局は後のやつ入れるしかないから、空いてるところにどうですかって売り込むしかないですよね。だからそこら辺はうまくパズルのように組み合わせるっすよ、ね、うんうんうん、いやー試合を減らすでもありだな、なんとも思うんですよ、うん、そうしたらですよ、タイトルどうなるんですか選手の、まあ、だからもうタイトルはその中でやるしかないですね、はい、でまあ、 いろんなねタイトル数字どうなるんやって言ってる人もいるんですけど、はい、で昔はその130試合だったからね。あ、そっか、少なかったんですか。130試合だったのが、はい、今143試合になってるわけですよ、はい、うん、ちょっと前まで140、もうちょっと多かった、6試合とかなんか多かったですからね、はい、うん、ってなったのが結局そこの変動はあるんですよね。だからって言って、はい、で130試合に打った年俸、うん、年間200本安打と、はい、143試合やった年俸年間200本安打、はい、もうそんな143試合もあったらダメやろって言わないじゃないですか、うん、そうですね、200本安打200本安打じゃないですか、うん、だからこのね数を足していく部分には試合数が多い方がいいんですけど、うん、はい、変動するやつは少ない方がいい時もあるんですよ。打率とか、はい、うん、勝率とかっていうのは、はい、防御率とかはひょっとしたら少ない方がいい可能性もあるし、はい、規定打席っていうのも少ない方が到達しやすいんですよ。そうですね、多くなれば増えていくんで、はい、だからそこら辺はどれもあるっすよね、うん、長短は、まあ、そうですね、ホームランの数とか、まあ、勝ち星の数とか、うん、そういうところは減っちゃいますけどね、うんうん、まあ良し悪しある。でも負け星が増えないっていう可能性もあるっすよね。そうですね、だから良し悪しですよね、うん、そうです、まあ、タイトルはじゃあどうにかなると。まあまあだからね、そういう時もあったなでいいわけじゃないですか。え、じゃあですよ、年俸どうなるんですか。これ微妙っすね、これ、ね、まあ全143試合やったら満額っすよね、うん、はい、それは満額でしょうね、はい、はい、でもなんかメジャーではその日数分に応じて分割っていう話も出てるらしいんですよ。だから、なるほど、だからもし仮に、はい、じゃ100試合あったとしたら、うん、50試合しかしなかったら、はい、でもうシーズン終わっちゃったら1億円だった場合5000万です、じゃあ600万の選手は300万になっちゃうんですかね。そうなっちゃうね、なっちゃいますよね、うん、なっちゃうね、はい、じゃあシーズンなくなったらどうなっちゃうんですかね。どうなんだろうね、なくなったらゼロだろ。いや、それはちょっときついよね。はい、なくなったらどうなんですかね。もう最低賃金みんな一律とか。いや、でもそうしたら税金やばいですよね。うん、そうだね。はい、どうなんだろうね。何割支給とかですかね、やっぱり。そうなって、もうあとはもう話し合いちゃう。そうですね、うん、まあ、球団がどう判断するかですよね。だってまだ中止の想定は誰もしてないもんね。はい、中止になったらどうなんだろうね。いや、そうですよ、もし今年中止になったら戦わないのにクビになる選手でもすからね、はい、確かに。え、それ辛いですね。今年こそ頑張って残ろうと思ってた選手どうなっちゃうんですかね。それだから選ぶ方もきついけど、はい、選ばれる方もきついですよね。辛い、そうですね、戦わないのにクビです、うん、本当ですね、の可能性あるんです。いや、ありますね、はい、新人選手入ってきますもんね。だから70人で決まってるから、はい、新人選手入ってくるから、うん、絶対辞めさせなきゃいけないじゃないですか、はい。新人選手をもう全員育成枠、やっぱその辛い。そしたら一軍で出れないでしょ。出られないですね。それか、うん、なんか特例で来年だけは支配下80人にしますよとか。あ、そうですね、特例枠を増やす。その代わり再来年は70人に戻るから、はい、20人ぐらい切らなきゃいけないですからね。そうです、一気にドーンって切らなきゃいけない、切らなきゃいけないから、はい、だからそうどうするかね、うん、そのチャンスを与えるためにっていうのも考えなきゃいけないですね、はい、そうですね。あとは、はい、ドラフトの話だったじゃないですか、はい、プロ野球開幕しなかったら夏の甲子園も開幕しないと思うんですよ。プロ野球合わせるでしょうね、そのあたりは。だってできないでしょ、はい、プロ野球も J リーグも何もしないのに、うん、夏の甲子園だけやるって難しいじゃないですか、うん、しかも予選もできないじゃないですか、うん、だったら高校野球で言えば、はい、夏の甲子園もできないですね、はい、で大学野球で言えばリーグ戦もひょっとしたらできないかもわかんないですね、はい、ってなった時に誰選ぶんですかね。そうですね、
でしかも今部活とか学校休みだったら練習もしてないらしいじゃないですか、はい、スカウトも大変ですね。そうだって試合とかやってくれたらね、うん、練習とかまでやってくれたら見に行けるんですけど、はい、うん、試合も何もやらなくて、うん、誰取るか、はい、大変ですね。大変ですよ。だって春の選抜もやってないし、うん、もうイメージだね。イメージでも2年生の時の成績とか去年の成績とか、はい、もうイメージで行くしかないですよね。だから逆に言うと選ぶ方も大変だけど、はい、選ばれる方もきついですよね、はい、2年生の時ダメだったけどこの3年生でめきめきめきって言った人よくなる人もいるしそれを見せれないでしょ、うん、はい、大学進学とかも、うん、推薦とかもできないし、はい、じゃ大学野球とかでも、うん、社会人に行く選手とかのスカウトもできないし、はい、この数珠つなぎで進学就職の人たちがきついですよね、うん、勉強とかだったらいいですよ。そう、受験でいいんで自分で、ね、はい、で見せるところも、うん、仮にその試験とかがあれば見せれるわけじゃないですか、はい、うん、でも野球って見せれるところなかったら、そしたらもう今年あれじゃないですか、ドラフトじゃなくて入団テスト、もう全球団12球団合同入団テスト。そんなの無理でしょ、何千人来るんですか。それをじゃあでもだってもしねそれが中止なんだったら入団テストもできないですよ、ね、確かに。確かに。どうなるんだろう。いやこれ結構深刻ですね。深刻ですよね。いや本当に、いやだから今まで本当に野球一筋でやってきた少年たち、うんうんうん、本当に今も本当苦しい思いしてる、ね、中学校から高校のスカウトも行きづらいです ね、うん、ですね、推薦で、うん、中学校も大会やらないわけですよ、はい、うん、小学校から中学校へのスカウトも行きづらい、全部が行きづらいですね。だからリトルから高校とか高校から大学、そう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 、もうプロに行くとかの推薦が全部きついですね、はい、分かんない、分かんない、どうするんでしょうね。もう 力、うん、あの体力テストってあるじゃないですか、うん、50m 走何秒とか、はい、腹筋何回とか、うん、ああいうので、ね、それじゃもうきついっすね。でもだからそうなったからね、うん、影響は多分どんどんそう考えていけば幅広くなってくるし、うん、だからどうなるかしかも分かんないしね、うん、そうですね、うん、でもまあね、うん、一番は、はい、あの他人事と思わないで、うん、まず自分を律してやっていくしかないですね。そうですね、でそれで広めないようにして、うん、とりあえずは、はい、もうできることやるしかないですよね、うん、自分たちの。そうですね、だから本当に早く収束することを願うしかないんで、うんうん、一人一人が外出自粛できるときはもう出ないとか、うんうん、そうだからで仕方なく出るときは仕方ないですけど、まああのね、うん、その何もないときに無理に出たりとか、うん、まあ、そこはもう自分で判断していくしかないじゃないですか、はい、だから自分がこれでも出いこれは出るしかないと思えば出ればいいし、うん、出るのダメだと思ったらそこは自分で厳しく線引いてね、うん、やってもらいたいし、はい、暇だったら見てください、はい、あのいっぱいありますから昔のやつもね、はい、そうですね、もう一回見返してもらうと、はい、もうだから僕も一番最初始めてから、はい、あもう1年経つんで、はい、ちょうど僕が始めたのはビックリマンから入ったの、そうそう、あそうですね、1年経つんで、はい、1年前の僕と1年後の僕の、はい、あのどんな感じかもう一回見返してください。家で楽しんでください。はい、はい。